こんにちは。タータンさん、ありがとう。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。こんにちは。オンラインと髪色が違うね。そうなんですよね。明るさによってちょっと全然変わっちゃうんだけど、ここちょっと明るいです。ここはすごく明るいですね。この HKT 劇場 NOW です。さえちゃんと比べると結構私明るいかも、うん、ね、そうかな。これぐらいもいいですね。作ろう、うん、作ろう。作りますけど、あ、作りますけどっていうか、あの推しドリンク、あの、まあそうですね、私はちょっと、私はっていうか前からまた違う推しドリンクの味を作りたいっていう風にスタッフさんに相談してたんですね。そしたら、よし、じゃあまあいつになるかわかんないんですけど、こう変えるタイミングがあれば変えようっていうことになって、今ちょっと何のドリンクにしようかちょっと試作品を作ろうっていう感じで今配信を開始いたしました。リニューアルあるかもしれません。はい、こちらにございます。まだ飲んだことないから、あ、そう、飲んでね、19日をぜひ。さえちゃん映ってるわ。さえもちょっとつなげようか。お、いいじゃん。どっかに置いとけ。さっぱり？やだ今がさっぱりだよ、アイリの。だから甘いのにしたいんですよね。めっちゃ甘いのがいいんだけど、どうしよう、ミルク系がいいんだけどな。なんかシナモンさんのやつが一番好きだったんだけど、最近はいぶきのやつも好きなんですよ。いぶきのってどれですか？ジンジャーエールとパインとソーダと白桃。うわー、ジンジャーエールね、美味しいんですよ。めっちゃ甘いのね、美味しいよね。甘々のシナモンミルク好きだったからな。はい、始まっちゃった。あの、物置いときな、あれに、これとかでさ、あ、そう、あ、こうやって倒れそう。こんにちは、こんにちは。うわ、どうしようかなできた。ジンジャーエールにさ、シナモンとかまずいの？ただいま、新しい推しドリンク制作中です。販売されるかわかりませんけどね。ミルクってなんかアリちゃんの明るいいの。明るいの。そう、アリの明るいの。白い。フィフティーンだからかな。あれ？あ、ごめん、マウントみたいな。フィフティーンプロだからかな。あ、こっちが正解やん。フィルターみたいなのつけてる？あ、待って、設定なっちゃってるかも。だからか。すごい明るいなって思ってたの。あ、ほんとだ、やってるやん。あ、これじゃん。せー、ノーマルフィルター。どうやって戻すんかなと思って、全部さ、明るさあれしたのにこれだった。すいません、フィフティーンとか関係なかった。さえだってフィフティーンにしようとしてますけど。うん、そうだそうだ。よし、作ろう。よし、作ろう。あ、ごめん、紙コップそっちになっちゃった。さえは、シナモンと牛乳。え、ねえ、やめてよ。マジで今好きなやつなのにさ。え、ちょっと待ってください。でもさ、チャイ嫌いだったじゃん、もともとチャイアンチだって。チャイ好きになったからやめてって。いや、ここからアレンジしていけばいい。そう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 、一旦ね。どんぐらい入れるの？どんぐらいなんですか？もうちょびっと。あれ、味がするぐらいでしょう。ここに入れたらいいんじゃないの？ここ、いい香りする。ここに入れて、こうやってやったら違うか。ハサミ、こちら切ります。
入れる？自分で入れる。自分で入れるね。氷氷。こちらはね、でも冷えてます。牛乳冷えてます。氷入れた。どうしようかな。あれ牛乳系がやっぱいいなって思うんですけど。あ、間違ったかも。先入れちゃったミルク。分かんなくなるよそれ。え？いいけど。いいよ。一旦これでちょっと牛乳入れて、まあちょっとどうしようかな。チョコとかも新しいんですよね。でもさ、チョコミルクって大体めっちゃいなかった。リチャキ。リチャキシナモン。そうだよ。チョコ牛乳ちょっと似てるね。え、美味しいやつ全部入れてるやん。え、バナナチョコか。牛乳。難しいね。わ、すげー。何がいいんだろう、これ。こんにちは。あゆちゃん、これ飲んで。ん？これ。これって、これ1個しか入れないでしょ。最高の量。ドン。これ販売します。違う違う、そうシナモンさんのやつなんだって。だから最後ゆきちゃんのやつが本当に好きで、公園の日とかも頼んでるのはこれ、ほぼこれか自分のかイブキロ、これです。え、さ、これにさ、あのミルクフォームとか上にそれ追加料金発生するの。スタバみたいにさ、ミルクフォームとか入れたい。ない。これってさ、あれですよね。あのコースターさ、ランダム。それ今日オンラインで言われた。ランダムやめてほしい。何何ランダムって？あのコースター、あ、さゆちゃんの推しドリンクで、ね、さゆちゃんのコースターでって言ったらなんか、いやランダムですって苦笑いされたって言って。なるほどね。言いましたよちゃんと、私意見伝えといてって言われたんでね。チョコレートかできないみたい。でもまあランダムも楽しいけどね。さゆちゃん、なんか冒険しないわけ、あなたは。美味しいな、完成しちゃったの。いや、そりゃ美味しいよ。チョコレートとブルーとか、チョコとチョコミルク。さゆ、ミルクフォームで。ミルクフォーム。何入れてほしい、みんな。チョコ、チョコ入れてみました。あんまり香り付けっていう感じ。うん、そうだよね。わぁ、うまい。ちゃん、チョコ、それ、ちょっとそれチョコレートミルク。チョコレートミルクにシナモンで、リチャキがアイスティーだよね。だからこっちの方が好きさね。あ、でもシナモンミルクが好き。チョコ入れないでほしい。え、最後思った。チョコ入れない方が美味しかったよ。何が？あ、シナモン入れてない。入れてない、入れてない。まだ。そう。まだ入れてないから。
ってさ、ゆきちゃんのがなくなっちゃったわけでしょ。美味しい。美味しいかも。下場の味してきた。うん。美味しい。あれ、スタバの味してきたのこれ。ん、ここにいちごとか入れて。余計なことしない方がいいと思うよ、サイは。もうサイは決まりました。シナモンミルクで。シナモンミルク復活。え、これさ、このさ、ベースをこちらいちごを入れます。牛乳じゃないとか、ミルクティーでもない。あー、いいね、ミルクティー。その新しいニューアイテムが、そうそう、ニューアイテム欲しいよね。ミルクティーめっちゃ良さそう。あ、紅茶入れるってこと。あと豆乳とか。これストレートティー。うん。これを入れたらまあ表現できた。だんだんここに出てくる。うん、美味しい。紅茶美味しいのが。本当？うん。これすごい。チャーリーとチョコレートドリンクできました。あの、一種類に 何個も味が出てくる。これだ。シナモン消えてないでも。ほぼイチゴ。いや、ほのかに香る。ほのかに香る。それさ、分量は難しそう。え、お礼のクマトが来た。ありがとう。おいしい。アローンさんだ。ありがとうね。でもなんかランダムっぽい。いちごもちょっと少なめにして。入院生活頑張って、早く足直すんだよ。で、シナモン、シナモンにチョコ1、いちご1、うん、でしたらシナモンにチョコ1、いちご1ってやったらチャーリーとチョコレート工場ドリンクできた。あ、なんかいろんな味が。ウォンカドリンク。ウォンカドリンク。ウォンカドリンクです。すごい。バッタ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 ッ。うんぱるんぱ。うんぱるんぱドリンク。すごいな。これあの、いろんな味が出てくるの。すごい。最後できました。シナモンと牛乳。ひねりなし。じゃあさ、これも入れてみる。だから、ディチャキとちょっとかぶってくるよ、そしたら。シナモンとアイスティー。ディチャキが変えればいい。すごい先輩、現る。いや、みんな変えるなら。そうする。うん、どうだろうね。か、いや、でも。だからやっぱさ、なんかさ、ベースを増やそう。ハラチ。ミルクティーとか、豆乳とか、アーモンドミルク。アーモンドミルク。アイリンの大好きなアーモンドミルク。いや、やだ。あ、ダメか。あれはそのままが美味しいな。ミルクティーとやっぱ違うと思うんだよね。牛乳とこれは。確かにね。カメラもう少し上。むずいねんな、それは。あ、これが取れないのか。いいかも。上に向けてって、そっと。どう？ジンジャーエールとシナモンとか、え、グレープフルーツとシナモンとか、ちょっとやってみよう。シナモンに何が合うかっていう話だ。人生は冒険や。ユタモン。誰？ユタモン。誰ですか？ユーチューバー。ちょっとポップ変えよう。ポップ変えよう。うん。はい、確かに透明紙コップでも大きいもん。これでちょっと、え、こっち入れるの。あ、そっかそっか。いや、後から入れてもいいんだけどね。全然。どんぐらい？もうちょっと。分からない。少ないよ。ちょっと分かった。ちょっと分かった。全然分かってない。でもさ、甘いからジンジャーエールが、うん、ちょっとやりすぎるとくどくなるかも。いや、大丈夫だと思う。いや、ダメだ。味消えた、さんちゃん。ほらね、ほら言ってるやん。炭酸水にチャイは、その方がいいかも。なんか味がもうジンジャーの味しちゃってる。
険や。冒険や。人生は冒険や。牛乳とジンジャーエールとシナモン。どんな感じ？ワースト3入る。ワースト3入るかも。じゃあ飲み干してもらって、おおちょっとちょっと一回飲んでみて。あのね、ジンジャーと牛乳はちょっとあかんかもしれん。飲めなくはないけど、なんか喧嘩してるよね。嫌い。牛乳炭酸って良くないと思う。あ、ホットはね、うん、ホットはもう時期的に、ね、難しい。ホットは難しいみたいです。シナモン、あ、でもシナモンとアイスティー、アイスティー。確かにね。ホット結構限られる。牛乳嫌すぎる。確かに。そう考えると。せいちゃん分かりました。さあコーヒー。コーヒーがちょいと入れる、あのスパイス的な感覚で入れて牛乳入れてチャイ。いくよ。スパイスな感じで、あのスタバ。スタバって感じで。エスプレッソ。ホワイトモカ。これアイスコーヒーでしょ普通。うん。これ入れてる人いる。あ、いるんだ。エミさんとか？うん、エミリーと、エミリーだけど。これでカフェラテ完成。で、あー、苦いね。苦いね。あー、苦いね。で、それで甘さを、で、甘さを出す、こちらで。白っていう。うんうん。で、いざ。美味しい。スタッフさんも一緒にドリンク考えてて可愛いだって。チョコより。テロップ後でメンバーが美味しくいただきます。いただきます。メンバーが。テロップ書いて。はい。スタッフは飲みます。さえちゃん帰って。いや、ハラッチが飲みますってこと。ハラッチが飲みます。ああ。うん、あのチョコよりチョコのシロップ入れるよりこのコーヒーアイスコーヒー入れた方がちょっとくどくない。これは美味しい。これ美味しい。これにする。ね、なんで？なんで？アイディが考えたやつ丸パクリしようとしてますけど。してますけど。うん。さえちゃんありがとう。これ美味しいです皆さん。え、これにしよう。これにしようかな。さえもこれにしよう。うん。うん？うん？作って他のなんか。これちょうだいさえ。これアイディ。これアイディだ。これアイディ決定です。ちょっといいじゃん。まあ、さえはでもミルクフォーム。本当にこれ、本当にこれ。ねえ、でもさ、シナモンミルクだってちょっと似ちゃうかも。だからミルクフォームだって。アイスティー。いや、でもさえはそれがいいもん。え？あ、ミルクフォームない。え、それか。タピオカとか。あ、でもタピオカはタピオカ屋さんのタピオカが一番美味しいから。そう、ダメ。どうしよう、どうしよう。アロエ。やだ。あ、ナトリココ。チャイだよ、だって。あ、チャイはダメ。そのなんか、さやの今のさ、パッションフルーツとカルピスソーダみたいなやつだったらさ、合いそうじゃない？ナトリココ。さやちゃん、わかった。あの、合体しても美味しいやつ。こうやって混ぜても美味しくなるドリンク。あ、作ろうって、うん、美味しいよ多分今。あ、シナモンミルクとシナモンコーヒーミルク、うん、全然変わんない。全然変わんないよ。いいと思う。どうしようかな。
キャラメル系欲しいって。キャラメル系ないんだよね。キャラメルだ、これ。あ、キャラメルソースだ。キャラスイカとかスカブリ100、うん、あ、じゃあ無料だもんね。キャラメルソース追加ので、ハチミツとか。あ、いいじゃん。ハチミツ追加。うわ、ハチミツさえ、あ、ダメか。でもハチミツアレルギーとかあるからね。それ言ったらもう、あ、もう牛乳飲まないとか、ね、買わないでくださいってことか。アレルギーの。何、ご飯、ご飯来ちゃう。何のご飯、何のご飯、何ご飯だ。え、そうそう、ミルクウォームとキャラメルソース追加。キャラメルないですかね。何のご飯、何のご飯。中華。中華、中華だって。オンリー食べたい。選択肢ある。あるし。あー、エビチリある。エビチリ食べたい。2個混ぜて最強ドリンク完成。はい、2個買わなきゃいけないかな。あ、2個買って完成のドリンク。のドリンク。なるほどね。そうそう。じゃあさ、そういうのやつは、うん、チャイのシロップだけで。うんうん。代理が牛乳だけ。ぼったくり。ぼったくりドリンク。ぼったくりだな、それ。なしか。お昼は牛タン食べたね。うん、牛タン食べた。中華が。中華やばい。どうするどうする。早く行かなきゃ。ちょっと探してて。早く早く。ちょっと待ってて。ゲットしました。お弁当ゲット。かわいい。何チェキ？誰のチェキ？お弁当ゲットしました。おばあちゃん。誰のおばあちゃん？うわ、どうしよう。ただいま。ただいま、ただいま。エビチリ、白身魚、あんかけ弁当ゲットしました。ねえ、お弁当に負けて置いてけぼりにされるドリンクの気持ちになって。確かに。あ、サイジャマここにあるからね。え、皆さん、お弁当3種類あるから早いもん勝ちです。これは好きなんだよね、あれ結構。ココナッツミルクも、まあ、ココナッツチャイミルクは。ココナッツチャイミルクいいね。やってみよう。で、まずチャイ入れます。はい、はい、入れました。ちょっとチャイ少ないんじゃない。そんなのチャイっていうか、シナモン。いい、はい、いい。ココナッツ入れます。うわー、また。おー、すごい。入れよ。海外の好きな匂いしてる。でも輸入品のお店だ。ちょっとね、ちょっと少ない。隠し味でいいよ、隠し味で。嬉しい。うん、隠し味。隠れてる。変わっちゃった。これココナッツ。ダメダメ、シナモンが全然、あ、立ち向かってない。ま、負けちゃってる。うわ、マジか。ダメだ、ココナッツ強すぎるかもしれない。なんか味がもう癖強いわ。癖
癖入っちゃってる。やはりココナッツあんまり、そうココナッツはめっちゃ癖強くて、杏仁豆腐あんま好きじゃない。昔は嫌いだけど今好き。あ、来たかも。海外の、海外、日本にあるあのなんか異国系のお店あるじゃん、キャナルシティとかにさ、変なあの匂いがお店の前通ったらさ、すごい香りがするお店。失礼な。あの、違う違う、香りがキャナルシティすごいすごいじゃん。違う、すごい、なんて言うんだろう、え、美味しいよ。あの車とかの芳香剤、芳香剤の海外のなんか形のやつあるじゃん、芳香剤車に置く芳香剤、分かったよ、癖強いやつ、分かる、うん、あれがあり、もう小さい頃あれでなんか車酔いしちゃってたから、それの味で、車酔いするの味しくるでも車酔いドリンク車酔いする時の匂いの味ってことでしょ、うん、そう、いや美味しいんだけど、それの美味しい版、それの美味しい版、うん、なんだろう、本当だよ、もうキャナルシティの仕事行くな違う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 、キャナルシティの一箇所すごい香りがするとこあるんだよ、お店の前通ると。わかる人いないかな、これちょっとダメかも飲みたくない感すごい、ココナッツダメかもしれない、うん、ダメかもな、ココナッツ。でも美味しいんだけどな、映画館の近くそうだ、映画館の近く、え、なんで、ね、特定これをさ、ミルクとかに、え、見て見て、あ、違った、そういうことじゃないです、これってあれですか、ブルーってどういう、ブルーハワイみたいな、結構使ってる人いるよね、色味とか、見た目が可愛い、見た目は可愛いですね、とても。ちょっとコップをいただきます。では、まあそうだね、全然美味しいですね、それ美味しい、まだ、うん、でも癖になる味、うんうん、どんどん癖になった。あ、みーちゃん、みーちゃん、これ飲んで、美味しいよ。何これ、何作った、あれか、れあ、そうだ、そうだ、さっきのやつ、え、みーちゃん、これは美味しい、これは美味しい、これはなんかちょっと、これはシナモン、これは美味しい、無理だ無理だ、あ、嫌いしな、無理か、牛乳、あ、牛乳ダメだ、牛乳ダメなんだ、すいません、じゃあもう全部ダメだ、こういうお客さんいたらどうしよう、ね、牛乳が嫌いな人もいるからね、やっぱり、でも牛乳だけは無理だもん、え、あ、牛乳だけ無理、うん、そう、そうなんだ、これね、あ、全然全然弱い、なんか全然弱い、うわ見た目やばそう、見た目がちょっとすごいね、下これ、かき氷みたい、かき氷、あー氷ないとダメかもしれない、え、全然味しないな、なんか無理な味だけど、うん、味しないことはないけど、あの、違う、ラムネみたいな、見てよ、ラムネの味、見た目、色は可愛いけど、ラムネの味する、全然なんか癖ない、あんまり、逆に癖ない、あんま、わかんない、うん、なんかあのガリガリ君のソーダ味の
え、で、バニラ入った版そうそうミルク、あーそういうことか。じゃあもうこれ入れたら完璧だ。アイリーできたかも。これ、いけたかもしれません。少なくない？ちょっと待って、一回調節しながら飲むから。なんかこれ飲んでくれない？今ちょっと配信してるんだけどさ、うん、うわっ、あ、まずじゃあ、おいしい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 、こちらどうぞ。おいしい。え、色がでも、え、チャイ平気な人？あ、いけます。あ、じゃあ飲んでみて。何ですかこれ。あ、甘っ。おいしいでしょ。おいしい。おいしいんだ。これ来たかも、アイリ、これ来た。これちょっと飲んで。いただきます。これおいしいかも。しかもインパクトある色、うんうん、悪くないね。美味しい。来た、これだ。私これかもしれない。あ、ベロが青くなるっていう。見て、見えない。なってない。なってない。え、あれ、なってない。なってなくて影どうして。え、みちり撮ったよ。さ、何ロシアゲーム。え、なになに、それが、それが、え、なになに、え、名前なに、え、なるほどね。今はイブキと名前か。うん、これいいかも。甘いし、すごい色もめっちゃ青になって、青で、なんか、え、これ本当に美味しいな。ベロ青くなります。ちょっと。ってなって飲んだら、美味しい。ちょっとね。これが、炭酸入れたらどうなるんだろう。やめな。普通の炭酸、普通の炭酸。あ、炭酸水。そうそう、水、水。これ、抜けてるかな。炭酸水。ちょっと弱そうだけど、まあいいか。牛乳と炭酸水っていうところがほぼ薄めたみたいな。お、絶対言えなくてよかった顔してる。言えなくてよかったなーの顔や。すごいだろ。いいんじゃないの、意外と。ここに行っちゃった。すごい上手。美味しい。え、いや、まあ炭酸もなくていいわ。うわー、ちょっと二択できた。これアイリン。ブルーキュラソーな。ねえ。いや、最後はもう何も入れない。盗作が盗作。何も入れない。ゆきちゃんの復刻。待って、ブルーキュラソーはミルクフォームとは違う。ないのよ、ミルクフォームは。ブルーキュラソーシナモンミルクか、いちごシナモンチョコミルクでウォンカドリンク。え、コーヒー？あ、コーヒー、コーヒー。コーヒー、いちごシナモンミルクでウォンカドリンク。うわ、ウォンカドリンク。ウォンカドリンクの方が、うん、あの、なんか勝手にだよ、ウォンカの名前。勝手に。手あったかい。ずっとあったかいね。あ、さやちゃん、体調悪い時だけ冷たいの。スタバ、スタバ近くにあるもんね。そう、スタバにも、スタバに行ったら買えるようなものじゃなく、うん、ってことよ。でもなぁ、あ、ミクさん、スイカ牛乳だって。え、ミルク系の人って何？スイカ牛乳？いちごバナナミルクとかもいるね。チェリー？わぁ、それも美味しいよね、絶対ね。
わー、リボンカドリンクだな、これは。不思議な味体験。どれだっけ、これ。それはもう、え、飲み切っちゃったよ、リボンカドリンク。これ何？あ、コーヒーか。コーヒー、コーヒー、コーヒーじゃない、コーヒーと茶。違う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 、これあれだ、これが炭酸です。これ炭酸で、これ異国ドリンク。異国ドリンク、ココナッツドリンクか。うん、異国ドリンク、車酔いドリンクだ。やっぱりもう一択かな、ウォンカドリンクかな。なんかみんなこういうのがいいとか逆にリクエストありますか？じゃあ次の部、あ、でも次の部。ライチだ、ライチってあるんですか？ないよね。車酔いドリンク嫌すぎるよね。ダメよな。逆にあのちょっと野菜はもうミルクフォーム出るまで待つ。出ないんだよな。キャラメルソースでいい。ミルクフォームはちょっと難しそうだけど、あのカップ、ね、ハッチ、ハッチ、あのさ、キャラメルソースのさ、カップのとこにさ、こうやって。だからもうそのおしゃれを求めない。おしゃれできません。やりたいです。わあ、ココアね。ね、それでシナモンミルク。ココアとか作りたいけど本当はね。それに決めました。ココアミルク。それに決めました。決めましたで、カメラ目線じゃないのよ。決めてない。しかも決めました。どっちも。いらないって。カメラ目線、謎の発言。しかもできません。それできないんですよ。キャラメルソースぐらいできるっしょ。うん、できいやーできる？できたらすごいけどね。サエのためのは、あ、もうさ、自分で買ってくる。じゃあバリスタやん、バリスタの人いないとダメ。でも、あのサエのしか使えないってこと。業務用とかであるよね、キャラメルソースとかチョコソースとか。あれだよ、ちゃんと先が細くなってるやつでやってほしい。いい、細かいな。すごい、もうライチ。え、ライチあるって。え、使ってるの？めっちゃ安かった。誰も使ってないすごい、いいいいいい香り。いい香りだけどな。ライチお腹壊しそうな、あえて気配してる。本当にちょこっとにします。自腹でキャラメルソース追加します。自腹で太っ腹、はい、皆さんのためにキャラメルソース買います。すごいじゃん。そんな熱心だった推しドリンクに。いや、いいやろ。給料から引いてください。美味しい。うん、あ、いい。なんかしょっぱさが足された。ライチ、あれなんで、え、ライチって甘いんだよ。ライチしょっぱさ足されたよ、なんか。え、来たんじゃない、これ。これ来たね。もう少しで始まるというのに、こんな実験を。あら、ちょっとしょっぱさ入ってる、ライチで。それ美味しいってこと？待って、今チョコ入れちゃった？シナモンがよかったのに。ちょっとしょっぱ。さすがだね、なんか。うん、シナモンどっか行っちゃった？シナモン？あ、戻しちゃった、それ。もういいよ。お片付けしてんのよ。お片付けか、もう。そっか、そんな時間？もうやだ。ちょっと実験。これもいい？お片付けは、ちょっとバタバタしちゃうじゃん。やばいやばい。そうだよ、今決めきれなくていいのか。だってサンダーまだないわけですし。ダッシュしていかなきゃじゃん、これ終わったら。これ絶対やるんで、本当に。お願い、お願い、誰か。これ美味しい。は自分で飲みたい。これ美味しいな。これちょっと飲むのかな。これ何？シナモンチョコレートライチミルク。ダメ。喧嘩中。なんか舌が、あ、何？ピリついた？なんか忙しい。忙しい気がする。え、待って、5時からだ。あ、まだ大丈夫。何分？50分。
さあ上行かなきゃだから。私さ先にさよならします。わー忙しいか。バイバーイ。ちょっと異国感あるな。じゃあね。うん、じゃあね。フラッチありがとうございました。これわー、いいね、迷うなこれ。じゃあ皆さん明日も決めれますか。その後もそう明日も。明日もだな、これは。じゃあ皆さんありがとうございました。ちょっと明日もやるかもしれません。13位バーミヤンさん、12位ズッキーさん、11位ペンギンさん、10位タカム、9位ヤクさん、8位マルクナッテさん、7位ドマさん、6位 MJ さん、5位ヤスさん、4位タータンさん、3位ホクペグさん。サイちゃんバイバイ。じゃあね。2位アオイちゃん、1位ダイちゃん、ありがとうございます。皆さん見守っていただきありがとうございました。いやーこれ難しいですね。私はちょっとすぐそこなのでこれ終わったら向かいます。そう、推しドリンクはもう作ってから何年経ちましたっけ。2年ぐらい経ってます多分。オープンした時に、オープンした時に多分作って、そっから変えてないんですよね一回も。だからそろそろもう飲んでくれた人が多いから、ちょっと新しいのを考えてもいいんじゃないかっていう話になって、そうちょっと新しいのにしようかなって、そうそうそう、考えてやってみてます。そうファンの方もちょっともう飲み飽きちゃった方ももしかしているかもしれないし、そう変えたいなってちょっと思っていましたっていう感じです。皆さんありがとうございました。